3連休がスタートした今日、赤ちゃんゾウの公開が始まったばかりの札幌の円山動物園がにぎわっています。開園前の円山動物園にできた長い行列。先月19日に生まれ、昨日から一般公開されているアジアゾウの赤ちゃんを目当てに多くの家族連れなどが訪れました。今日の赤ちゃんゾウはお母さんゾウのパールにぴったりくっついて甘える姿やのびのび過ごす姿を見せていました。ゾウ舎は公開時間を50分前倒ししてオープンし、観覧は120人ずつ、10分間の制限を設けています。昨日あの遠足、小学校の遠足で来たんですけど、60分待ちで見られなかったので再チャレンジ。赤ちゃんゾウはこの連休中は、ゾウ舎の屋内エリアでのみ見ることができます。